気持ちいい天気ですね今日は最高に気持ちいい天気。あのね、芸術祭は自然との共存っていうのもテーマに注いでるんですね。ですね、晴ればっかりが最高なんじゃないんですよ。この雨も恵みの雨です。まあ、ただね、ちょっとね、子供たちが風邪ひくとか、太鼓のここが水濡れちゃうとか、そういう困ったことがあるのでね、この後は晴れていただかないと困るんですけど、その前に、まあ、無事第18回金沢文庫芸術祭、今日をもってスタートできることができました。本当に皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。海の声の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお集まりの皆さん、ありがとうございます。で、スタッフのみんなも本当にどうもありがとう。ただね、今日だけはどうしてもやっぱ晴れてほしかったんですよね。雨もいいんですよ、気持ちいいんで全然 OK なんです、恵みの雨。ここにいるね、キャンディー和子、もうね、魔女なんで魔力弱まった昨日お祈りしてたよね。これから晴れる、大丈夫、お墨付きです。この後晴れるそうです。ちなみに彼女はですね、めちゃめちゃ晴れ女なんですよ。僕も晴れ男なんです。ってことはよっぽどの雨男がここにいるんじゃないかなって思うんですけどお前か雨男誰かいますか、他。おい、お前か。彼はね、僕の後輩でね、これからデザイナーを目指すゆうたってやつなんですけどね、今日手伝いに今来てきました。まあ雨もね、本当に考え方一つによって全然素敵な雨で気持ちいい雨になります。まあただね、お客さんの足並みとか、本当にさっきも言いましたけど、風とかするだけは気をつけていただいて、今日は一日思いっきり楽しんでいただけたらと思います。最後にですね、皆さん、今日だけはやっぱ雨はどうしても止んでほしいので、ちょっと雨乞いの儀式を一つやらさせていただきたいと思います。雨乞い逆だね。雨乞いって間違えた。何つったらいいの、こいつ。真逆だね。何つったの、天気方針何つったらいいの。まあいいか、まあ雨がやむお願いをしたいと思います。皆さん、ちょっと全員こう天に向かって手を振ってください。まあここは気合いの一発なんですけどね、僕が叫ぶんで、できれば一緒に雨をやめいって一緒に叫んでください。あ、なるほど。いきますよ。雨をやめい、やめい。ありがとうございます。じゃあ今日一日皆さん、雨に負けずに気持ちいい雨を味わいながら楽しみましょう。ただこの太鼓だけ雨がほんと弱点なんでね、やめーい。やりますよ、頑張ってくださいね。じゃあすいません、こんなおちゃらけた実行委員長ですけど、何卒今後ともよろしくお願いします。今日は一日思いっきり楽しんでいってください。あ、一つ忘れました、ごめんなさい、うん、今日はね、あくまでもオープニングのイベントなんですね。そうだね。実は今日がスタートで、今日が終わりじゃないんです。今日がスタートで、先ほど柳さんにも言っていただきましたけど、11月15日まで開催しますので、お手元のパンフレットを見ていただいて、この後の開催情報を確認していただいて、ぜひご興味があるイベントにどんどん参加していただきたいと思います。ぜひぜひ11月15日まで金沢文庫芸術祭を満喫して楽しんでいただきたいと思います。では本日からスタートして約1ヶ月半、2ヶ月ぐらい、よろしくお願いします。ありがとうございました。